霧の会議は、松本清張の長編小説。読売新聞に連載され、1987年7月に、文芸春秋から刊行された。ロンドンブラックフライヤーズ橋、1982年6月に、起こったロベルト・カルビ開始事件を背景にして、ヨーロッパを舞台に展開する、長編サスペンス・ロマン。ロンドン・テムズ川にかかる。 ブラックフライヤーズ橋の工事用足場から、イタリア人の首吊り死体が発見された。死体の主は、フリーメイソンロッジ P2 のナンバー3リカルドネルビと、判明、ロンドンの当局は自殺の線で処理しようとするが、ネルビの動向を追跡してきた、新聞記者のヤギ小八は、他殺と推定する。カトリック信者の高平和子は、 大学助教授の木下忍と不倫関係にあったが、ネルビ、処刑の現場を目撃してしまう。以後、組織に追われる身となった和子と忍は、ロンドンを脱出するが、フランスへ逃亡した二人に、マフィアのマッシュが迫る。事件に仕組まれた謎の正体とはそして和子の愛の行方はサンタマリアデルカルミネ聖堂内部、ロベルト・カルビロンドン地下鉄サークル線パリモン・マルトル。 一体モンテカルロ国営火事のエンクリン現状。ありがとうございます。